スノーマンチケットないのに、売るよ、女逮捕。人気アイドルグループ、スノーマンのコンサートチケットを譲るなどと嘘をつき、福岡市に住む女性から約2万円の電子マネーを騙し取ったとして、東京都の無職の女が逮捕されました。東京都杉並区の無職、川瀬玲子容疑者、37、は6月17日ごろ、SNS に福岡市内で開かれるスノーマンのコンサートチケットを譲るなどと書き込み、購入を申し出た福岡市の女性、51、から1万8400円相当の電子マネーを騙し取った疑いが持たれています。コンサートが終わったにもかかわらず、チケットが届かないとして、女性から相談を受けた警察が捜査を開始。二人のやり取りなどから川瀬容疑者を特定し、3日、逮捕したということです。警察の調べに対し、お金がなかったのでコンサートチケット詐欺をして稼いだ、と容疑を認めています。警察が、他にも被害者がいないかなど詳しく調べています。